おい、マジで負の連鎖やで。ほんまにこれは。ちょっと大変なことなってきたなっていうふうにマジで思うし、ピッチャーのね、方たち、ジャイアンツのピッチャーの方たちにも、非常にストレスというか、プレッシャーが僕かかってると思うし、やはり、点が取れてないというところで、非常に全てがうまくいってない。すべてが負のループに入ってしまってるんじゃないかなっていうふうに僕思っております。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、今日終わりました。ジャイアンツ対、オリックスバファローズとの試合をですね、解説していきたいなというふうに思っております。まあ僕がね、多いから始まった時はね、皆さん分かってると思うんですけども、ジャイアンツ負けてしまったというところで、まあ結果で言うとですね、4対1というところで、まあなんと、非常に調子よく来てたものの、このオリックスの3連戦で、まあ、本拠地東京ドームで3連敗を喫してしまうという、まあ地獄のような3連戦を送ってしまったというところでございますと。まあ、ね、まあ、調子が良かったんで、もしかしたら交流戦優勝を狙えるんじゃないかなっていうふうに、まあ、個人的にはね、少しだけですよ。少し期待してたところはあるんですが、やはり、まあ、そんなにうまくいかないっていうのは、まあ、重々で僕も野球やってきて、すごく感じてるわけですけども、やはり、ここに来て、まあ、点が、また取れずにな、取れなくなってきてるっていうのが、非常に、ピッチャーたち、まあ、特に今日だったら菅野投手であったりとか、そういったところに非常にプレッシャーを与えてるんじゃないかなっていう、窮屈に、させてしまってるんじゃないかなっていう感じはすごくしますと。はい。で、今日の、一言目も、ちょっと言わせてください。こちらになります。3戦連続で、西川選手にやられたと。で、まあ、先頭は、出塁、することはあったんですけども、まあ、なかなか得点にならないと。で、6回裏、ジャイアンツ得点した、回ですけども、6回裏は、まあ、最低限の最低限だよ、というふうに思ってます。じゃあ、一つずつちょっと、軽く説明していきますけども、まあ、3戦連続ね、まあ、3連敗したわけですけども、まあ、3戦ともね、西川選手に打たれてるんですよ。まあ、いい打者なのはね、もちろん、それはみんなが知ってることなんですけども、やはり3戦連続やられちゃってるっていうところで、まあどういうね、対策をしたであったりとか、まあそういったところは僕は詳しくいいところはわからないんですけども、やはり、まあ今日に関してはね、非常に、まあ抑えようとか、なんとかしようっていうのはすごく配球とか、見て、菅野投手のね、ピッチングなんか見てもわかるんだけど、やはり最後の勝負どころで少し甘くなったところを、まあ通打されるっていうのがありましたんで、まあ非常にそういったところでも、まあ先ほども言いましたように、打線が打ててないんで、やっぱりこう0点に抑えないととか、最少失点で抑えないとというところがあるんで、それがね、少しのコントロールミスを生んでしまってるっていうのがあるんじゃないかなっていうふうに僕のところではそういうふうに思いますと。で、まあ2番目の先頭は出るが得点にならないってところなんですけども、まあ後で詳しく話していきますけども、まあ1回3回4回6回9回、まあこの5イニングノーアウトでランナー出してるんですよね。なんだけども、結局その点が入った回って、6回だけなんで、まあこの5回先頭ランナーを出してる中、1回しか得点できてない。それも、一番最小得点の1点しか取れてないっていうのがあるんで、大体まあ、野球ってまあ、先頭ランナーが出ると、まあ、非常に点が入る確率が高まるわけですけども、その中で、まあ、後続の打者がね、なかなか、まあ、返せなかったりとかっていうところがあって、まあ、得点になってないっていうのが、あるんじゃないかなっていうふうに思いますと。で、まあ、6回裏は最低限の最低限っていうふうなことを言いましたけども、まあ、やはり、あれだけね、まあ、鈴木投手が乱調してくれたというか、まあ、フォアボールをあんだけ出してくれて、2つ出して、まあ、ヒットもあってっていうところで、あったにもかかわらず、まあ、結局、坂本選手の犠牲フライ1点っていうところなんで、まあ、最低限の最低限というか、まあ、あそこでね、本来は、まあ、坂本選手がヒットでとかいうふうな形になってくると、やはり、まあ、面白い展開というか、面白い試合になってた可能性っていうのは非常に高かったとは思うんですが、そこでやっぱり、まあ、得点はね、犠牲フライというところで取れたんだけども、結局犠牲フライって、まあ、アウトカウント一つ増やされてるわけなんでね。そういったところで、僕は、まあ、最低限の中の最低限の打撃だったんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、じゃあね、さらっと試合振り返っていきまして、こっちの右側でね、僕が気になったところっていうのを、ちょっとね、今日はね、ちょっともうなんか、
暴言を吐くとか、批判するとかっていうわけじゃなくて、もう、ちゃんとね、冷静に、ズバッと言っていきたいというか、うん。冷静に皆さんと一緒に、ジャイアンツがどういうふうな攻撃をしたりとか、どういうふうな作戦をしてったら、点が取れるのかっていうところを一緒にね、見ていきたいというふうに思ってます。はい。で、じゃあ振り返っていきます。まず1回表、ワンアウト1、2塁から西川選手に、まあ、先制打また食らいまして1点と。で、なお、ワンアウト2、3塁の場面で、クレバイス選手に、まあ、ライトフライね。これも2球カットを入れたかなっていうところで、非常にうまく当てられたっていうのがありまして、まあ、2点取られますと。先制点ね。で、3回表にも、ワンアウト1、塁から西川選手にまたも、まあ、フォークボールかな次は。っていうところで、ライト戦かな、ライトに打たれてというところで、まあ、1点入りましたと。まあ、1塁ランナーもね、すごく、懸命に走りました。太田選手かな。で、6回も裏にもですね、ワンアウト満塁から坂本選手、ここはですね、ジャイアンツがまあ得点した場面なんですけども、先ほど言ったように、まあ最低限だったかなっていうふうに思いますと。で、7回もですね、まあワンアウト1、3塁から、まあ北選手のセカンドゴロね、まあこれも、まあ中間守備ね、まあ後で詳しく言いますけども、中間守備引いてて、まあ打球が速いの来たら、あ、ゲッツー取りに行こうやっていう風な、守備体系ではあったんですけども、やはりね、そういった、時に限って、まあ高いバウンドでね、もうゲッツーもサラサラ無理だよっていうような打球を打たれてしまうっていうのがあったりしてね、まあこの回も点入るっていうところで、まあダメ押しという結果的にダメ押しのようなね形になって、まあ4対1というところで、まあ3連敗を喫しているというところでございますと。はい、じゃあね、僕が気になったところであったりとか、ここはね、プロの選手はこういうふうに考えてましたよみたいなところをできるだけね分かりやすく伝えていきたいなというふうに思っております。はい、まず1回表。まあ、ワンアウト1、2塁から西川選手にね、まあ、タイムリーを打たれましたと。まあ、3点連続やられてますと。まあ、そんなことはもうジャイアンツが一番分かってますと。そういうところなんですけども、やはりまあ、対策をしようが、まあ、準備をしようがですね、まあ、やっぱりそれが結果につながってないと、やはりね、僕のような YouTuber であったりとか、まあ、新聞やメディアに叩かれるというか、まあ、批判されるっていうのが、まあ、あるんじゃないかなというふうに思いますが、まあやはり、まあ菅野投手もね、まあ今までずっと連勝してきてますと。で、調子もいいですと。で、ただ、対戦成績なんかを、まあ中継で見てる際にですね、まあ、広島にね、もともといらっしゃったんでね、見てましたけども、4割近い、4割以上かな ?4 割以上確か打ってるというところがありましたんで、やはり、やっぱりピッチャーと野手というかね、バッターには相性というのもありますから、そういったところで、まあ、広島にいた時から、まあ、西川選手は、まあ、菅野投手をカモにしてたというかね、得意にしてたっていうのがあるんで、まあ、そういったところもね、非常に大きかったんじゃないかな、というふうに思いますと。で、ここも、まあ、初回ね、ワンアウトから北選手にセカンドへの内野安打。で、ワンアウト一塁で、太田選手をフォアボールね、っていうのはありましたと。で、ワンアウト一塁で西川選手。まあ、この場面で、まあ、なんとなく、まあ、今、1戦目、2戦目とやられてるんで、まあ、3戦目もやられそうやなっていう感じはしてますと。で、やはり対策を練ってきてて、初球にカーブのね、外巻きのカーブから入って、で、ツーシームで一球、まあ、外を外して、というかね、様子を見ながら、で、最後、インサイドの、インサイドのまっすぐ行くんだけど、それがね、真ん中に入ってしまって、それを2打されるっていうところで、まあ、おそらく2球目のツーシームの、まあ、外に外した時に、まあ、タイミングを見てたと思うんです。変化球タイミングなのか、まあ、カーブを見たことで、変化球をね、ちょっと比重が多くなるのか、それともまっすぐを比重に多くするのかっていうところを、多分その2球目のね、ツーシームのボールの時に探ってたと思うんですよね。で、おそらく、まあ、小林翔一は、あ、これは変化球狙いに、まあ、切り替えてきたよっていうふうなことをね、感じたんで、多分インサイドまっすぐ行って、詰まらしたりとかっていうのをしたかったと思うんですよ。ただそれが、多分おそらく150キロのボールだったと思うんですけど、それをね、真ん中に入ったボールをカチンと行かれたっていうところで、まあ、そこを投げ切れたらね、もしかしたらファール取れてたりとか、してたかもしれないですけども、やはりまあでも、そこをね、ある程度やっぱ力入れて150キロのボール投げてますから、それをね、まあ甘くなったとはいえ、一発で仕留められるっていうこの西川選手の打撃技術と、まあ相性なんかも非常に加味してね、まあ点を取られてしまったっていうのはあるんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあなおね、ワンアウト2、3塁から紅林選手に、まあ、ライトフライというところで犠牲フライで点取られましたけども、ここもね、やっぱり、紅林選手非常に上手いというか、まあ、なんて言うんだろう、いい意味でね、いい意味で、打ちに来てないというか、自分がというか、もう絶対ヒットで返したろう、みたいな、そういうギラギラした気持ちみたいなのをちょっと押し殺して、なんとか、
犠牲フライでもいいから、なんとかランナーをもう一点返したいっていう打撃に切り替えてたんですよね。うん。で、これ2球カットボールいってるんだけど、それにこの打ったカットボールも、外のまあまあ低めのまあまあいいとこなんですよ。まあ、低めまではいけないけど、真ん中ぐらい。外の真ん中ぐらいに行ってるんだけど、全然甘くないボールよ。それを、まあちょっとワンハンドのような形で、ポーンってこう当てたような形で、まあライトに打ち上げてるんで、もうどうにかしても犠牲フライ打ちたいというか、なんとかしてとりあえずバットに当てたいっていうのが非常に、強かったんで、そういったところも、まあその、うまいというか、あのまあチームプレイに徹してるなというか、そういったところが、まあね、去年も優勝した、ね、メンバーですから、そういったところで非常にいいバッターだなというふうに思いました。で、次ですね、これ1回裏ですね、まあ、早速、まあ、チャンスが来る場面なんですけども、まあ、ワンアウトからヘルナンデス選手が、まあ、センターへの2塁だと。で、ワンアウト2塁から、吉川選手がセカンドゴロね。で、2アウト3塁という場面を作りますと。で、まあ、結果ね、これね、3ボールから、ノースリーからですね、打って、センターフライという形になってしまう場面なんですけども、まあ、ここは僕、正直、狙ってもいいと思います。というのも、まあ、3ボールでね、まあ、よく2段構えとか、なんかその、20張りとか、よく表現したりするんですけど、まあ、例えばね、3ボールになりますと。で、例えば、自分が得意なのがインサイドだとするじゃないですか。で、インサイドに来た、例えば、まっすぐだったら絶対振ります、みたいな。その2つ構えみたいな。うん、ストレート来たら振ります、じゃなくて、球種とコースまで絞って、それでも行く。それで来たら行くっていう、打ち方ってあったりするんですよ。それは、バッターからしたら圧倒的に有利なカウント。例えば3ボールであったりとか、まあ2ボールとかもね、まあ有利だったりするんで、そういう張り方をしたりするんですけども、ここは岡本選手ね、おそらく、まあ3ボールなんで、そういう張り方をしてたと思うんですよね。球種とコースをある程度本当に絞って、そこに来たボールだけ振りに行こうっていう形で待ってたと思うんですよ。だから、まあそういう待ち方をすればね、まあ本来打者っていうのは打率が上がるわけですよ。だってそこの待ってるボールしか振らないんだ。だから、そこに来たボールっていうのは必然的にね、待ってるボールなんで、打率っていうのは上がるわけですよ。で、おそらくそういう待ち方をしてても、打てなかったっていう場面なんですよね。で、本当にその自分が狙ってた、これアウトハイぐらい打ったんですけど、ちょっとアウトコースの高めぐらいのボールだったんですけど、本当に自分が狙ってたボール、まっすぐなのかっていうところと、本当に高めのボールぐらいを狙ってて、打ち取られたのかなっていうところは岡本選手確認した方がいいと思うし、まあね、だからそれで打ち取れるんだったら。まあ仕方ないなっていうふうに僕思いますけども、違うボールを当てて打ち取られたっていうんだったらそれは違うなっていうふうに思うので、まあおそらく多分狙ってたボールが来たんだけど、それをミスショットしてしまったっていうことじゃないかなっていうふうに思います。で、次3回表ですね。まあここも、まあまた西川選手にやられるっていうところなんですけど、まあワンダートから、まあ非常にインサイドのツーシームかな、ボールをセンターにうまいことね、インサイドアウトですよ。インサイドのボールをセンター前に持っていくって、バットがね、こういう風に遠回りしてたら、絶対根っこに当たっちゃうんですよ。だけど、インサイドのボールを、インサイドアウトできると、バットの芯を持っていくことができるんですよね。インサイドのボールに対して。だから、センター前ヒット打てるんで、そこは非常に高度な打撃技術があったんじゃないかなというふうに思いますと。で、ワンダーで一塁から西川選手に、まあ、ライトに、まあ、打たれるというところなんですけども、やはり、まあ、菅野選手もね、投手もね、めちゃくちゃ気使って投げてますと。もう本当に甘い球絶対投げへんっていう意識で投げてました。見ててすごく感じました、それはね。で、5球目のスライダーとかも、振ってもおかしくないボールなんですよ。とかめちゃくちゃいいところに落としてるんですよ。よく、空振りゾーンとか言われたりするんですけど、左バッターのこの膝元のボールって、スライダーであったりとか、まあそういったところって非常に振りやすいボールなんですよ。うん、バッターの空振りゾーンって言われてるんですよ、左バッターのね。そこに投げ込んでるんだけど、それ振らないんですよね、バット。うん、ゾーンを上げてるのか、まあ、意識してるから、それを待ってるというか、それがあるよっていう風にね、スライダーあるよって分かってるから、振らないっていうのもあると思うんですけど、すごくいいところには投げてるんですよ。で、7球目のフォークをですね、まあ甘くなったボールを、まあ、打たれるわけですけども、これもまあ、その3ボール2ストライクで、まあ、フォアボール出すのも嫌だしっていうところもあったと思うんですよ。だから、小林選手もちょっと、真ん中低めに構えるっていうよりかは、ちょっと真ん中高めぐらいに構えたんですよね。だから、ストライクゾーンに投げてほしいフォークっていう感じのイメージだったんですよ。うん。だから、ゾーンに投げ込んでこいよっていう。
どちらかというと、ストライクからボールに落として、空振りを取るっていうボールよりかは、とりあえずフォアボールは出したくないから、で、選球がいいんでね、スライダー見逃されてるんで、だから低め見逃す可能性あるから、ゾーン内に、ストライクゾーン内に、フォークを投げてくださいよっていうような構え方をしてたんですよね。で、実際、まあ、ゾーン内には投げ込んだんだけど、やっぱミットよりは多少高い球いって、それでカチンって打たれるというところで、まあ、やっぱりね、まあ、今日の打席、まあ、全部見ましたけども、まあ、3打席目もかな、レフトフライかなんか打ち取るんですけど、もうね、西川選手を打ち取るのにね、もう精一杯というか、もういっぱいいっぱいになってるんですよね。もう、投げれる球は何でも投げて、ようやく抑えれるみたいな、形があるんで、やっぱり相性っていうのが非常に強くあるんじゃないかなっていうのを思いました。で、次3回はですね、ここまあ、2アウトランナー3塁でヘルナンデス選手を見逃し三振する場面ですけども、ここもやっぱりね、先頭バッター伊豆選手、先頭フォアボールで出てるんですよね。で、やっぱフォアボールで出た時とかって、やっぱりこう、得点する可能性って非常に高まるわけですけども、やっぱここでもね、最後2アウト3塁でヘルナンデス選手が見逃し三振。まあ、これは、うまかった。相手が。配球うまかった。で、どういうことかっていうと、まあ、ストレートでストライク取りますと。で、2球目もストレート行ったんですよ。で、それでボールな。で、3球目フォーク行ったんですよ。これ多分ね、3球目フォークなぜ行ったかっていうと、1打席目ね、ヘルナンデス選手、フォークボール打ってるんですよ。ツーベース打ってるんですよ。だから、ストレート、ストレートって言って、1球フォークを見せると。で、先ほど打った球より、俺に打った球来るんやってバッター思うんですよ、やっぱり。ああ、さっきフォーク打ったんで、もう一回フォーク来たわって思うんですよね。で、どうなるかっていうと、そこで、あ、じゃあ変化球もありやなって思うんですよ。さっき変化球打ったから変化球ちょっと消してたけど、あ、ここでフォーク来るってことは、決め球にもフォーク来るかもしれない。で、ちょっとバッター思っちゃうんですよね。で、そこで、そう思わしたところに、最後インコースのストレートをズバーンっていってね。見逃し三振取るわけですけども、これは、まあ、配球もそうだし、まあ、打ったっていう、一打席目打ったっていうところを、まあ、逆手にとってね、うまいことこう、相手に、意識させながら投げたっていうのがあるんで、まあ、若月選手の配球もそうだし、投げ込んだね、投手のコントロールっていうのも素晴らしかったなっていうふうに思います。今日インサイドのまっすぐめちゃくちゃ投げ込んでたよね。佐藤投手かな、育成から上がってきたピッチャーですけども、非常にね、インサイドにしっかりまっすぐ、特に右バッターのインサイドにしっかり投げれてたんで、そういう配球が、できてたんじゃないかなっていうふうに思います。で、次気になったところね、これ4回はね、これもチャンスね、作るんだけども、また出ないっていうところね。これもノーアウトから、先頭ね、吉川選手、フォアボールに出るんですよね、また。2連続で、3回、4回、どっちもフォアボールに出るんですよ、先頭ね。まあ、相手からしたら非常に嫌というか、あ、やばいぞという感じなんですけど、やっぱ結果点とは出てない。うん。で、ノーアウト1塁から岡本選手、ファーストゴロね。完璧にフォークにタイミング合ってないような形で、ファーストゴロ。で、ワンアウト2塁で坂本選手、まあ、ライトフライね。最近ちょっとライトフライが多いなっていう感じはしてますと。狙って打ったようなライトフライじゃなくて、もう完璧に打ち損じてというか、バットの、ボールの下つらさ叩いて、まあ、こういう回転ね、弱いような打球の、ガチンってこう、パーンってこう、外側を叩いたようなね、右中間にガーンってホームラン打てるような打球じゃなくて、こういうバットのこう、ボールが来たら、ボールの下っ面を叩いて、こういう回転がなってる。切れていくような、弱い打球、弱い、逆方向へのライトフライが非常に多いなっていう感じがしてますと。で、ツーアウト二塁で、長野さんのこれ、カーブ三振も、まあ最後ね、しっかり、まあインサイドも投げ切りながら、6球目のフォークをしっかり落としてというところで、三振取れたんで、まあ非常にね、今日の、佐藤投手か、まっすぐのインサイドしっかり投げれてますと。インサイドのね、特に右バッターに投げれてますと。で、スライダーっていう表記があったんですけど、スライダーも結構大きめのスライダーなんですよね。ちっちゃめのこう、今主流のね、カットボールであったりとか、ちっちゃい変化っていうよりかは、まあ、スラーブのような結構大きい、カーブまではいかんけど、カーブとスライダーの間ぐらいのスラーブキスの、スライダーと、最後フォークボールね。フォークボールも結構落差意外とあったんちゃうかなという思うし、まあ、ジャイアンツは非常に初物弱いとか言われてますけども、結局そんな交流戦とか、全員初物やから、ほとんど。ほとんど初物やから、そんなんね。毎回当たるわけじゃないじゃないですか、交流戦ね。だからそんなん言ってたら仕方ないなと思うんですよね。で、次にやったところ、これ、5回表ね。はい。ここは非常に良かったと思いますと。ワンアウトから来た選手を、まあ、デッドボールで、塁出したんだけど、まあ、これもちょっと足出せたなっていう感じはあるっきんだけど、で、ワンアウト10で太田選手を見逃し三振取りながら、小林選手がね、二塁にしっかり投げて三振ゲッツ。こういうのね、結構ね、流れ変わったりするんですよね。
だけど、まあ、今日は変わらなかったっていうところ。で、まあ、ここですね。まあ、6回裏、鈴木投手乱調って書いてますけども、まあ、この回からね、鈴木投手が出てきますと。で、丸選手、センター前ヒット。で、ノーアウト1塁でヘルナンデスは、センターフライ に倒れるものの、ワンアウト1塁から吉川選手フォアボール。で、ワンアウト1、2塁から岡本選手もフォアボールというところで、フォアボール出しまくってんのよ。うん。で、ここでピッチャー変えると。で、吉田投手が出てきて、まあ、ワンアウト満塁から坂本選手がね、レフトフライ打つんですけども、あ、まあ、犠牲フライ打つんですけども、やっぱりね、まあ、吉川選手もね、二塁から三塁行ったっていうのは非常にナイスな判断だったと思うし、西川選手の送球が高くなったんで、それを見て二塁から三塁行ったんで、それはいい走塁だったんですけど、結局この次の長野さんも、まあ、サードゴロに倒れて、こんだけ、ヒット1本、フォアボール2個を出してて、結果1点しか取れてないっていうところが、まあ、非常に、まあ、今日の、まあ、どこを敗因として挙げるかって言われると、多分、おそらくここだと思うんで、うん。まあ、やっぱり結局、点取れなかったらなかなか勝てないっていうのがあるんで、なかなかというか勝てないんで、うん。結果的にね、今日もね、めっちゃ点取られてる感じしてても、4点しか取られてないんですよ。うん。だから、まあ、打線っていうところですよね。打線が打ててないから、ピッチャーにもプレッシャーかかるし、コントロールもね、それによって精神的にね、まあ、ずれてしまってっていうところで、西川選手打たれたりとかあるんで、まあ、今日もね、まあ、ピッチャー攻められないなっていうふうに正直思いますと。やっぱ打線やろうなっていうふうに思いますと。で、最後ですね、7回表、まあ、この回ね、点取られてしまう回なんですけど、まあ、船場様投手ね、若月選手にレフト前ヒット。で、宗選手のバント。で、ワンアウト二塁で、中川選手のこれセンター前ヒットね、非常にこれは大きい、ヒットだったんですけども、これも、まあ、配球見ていきますけども、ストレート行って、見逃しストライク。で、ストレート行って、まあ、インサイドのね、ボールになりますと。で、ワンワンですと。で、スライダ ー行って、空振りしたんですよ。で、まあまあ合ってないようなタイミングなんです。うん。まあまあこう、外のボール球をバーンってこうちょっとこう、腰引けたというか、あんまタイミングが合ってないようなスライダーで空振りしたんですよ。で、普通で言ったらですよ、もう一球続けてもいいかなっていうふうに思うんですよ。うん。だけど、多分ですけど、小林投手、まあ、この中川選手はですね、まあ、ツーストライク後に、バッティングを大きく変えてくるバッターなんですよ、結構。うん。今までは、ツーストライクまでは結構しっかり振っていくというか、あ、強い打球を打っていくというタイプなんですけど、まあ、ツーストライク追い込まれてからは、まあ、ショートスイングというか、結構よく変わり身とか言ったりするんですけど、結構こう、ショートスイングに変えて、コンパクトに振ってくるっていうバッターなんで、逆に変に、スライダー行ったらちょこんって当てられるかなって思って多分ストレート行ったんですよね。ストレートのインサイド行ったんですよ。で、詰まらせたんですよ。めちゃくちゃいい感じで詰まらせたんだけど、それもヒットってなるんで、これは多分、一見するともう一回スライダー行ったらいいんちゃうかって前のボール空振りしているから、もう一個行ったらいいんちゃうかって思うんだけど、バッターによっては、ツーストライク後に大きくバッティングを変えるバッターがいるんで、そういうバッターには逆にスライダーみたいな遅いボールを行ったら、カーンって簡単に当てられたりするんで、そういったところを見越して多分インサイドストレート行ったんですよね。だけどそれをうまいこと打たれたんで、これはキャッチャー攻められないです。ピッチャーも攻められない。うん。で、ここですよね。ワンアウト一三塁で北選手が、まあ、セカンドゴロ打ってバウンドが高くなって、ホームにも投げられないってとこですけども、まあ、ここで、まあ、中間守備引くっていうのは僕はいいかなというふうに思ってて、まあ、その速い打球来たら、北選手も足速いんだけど、まあ、それはゲッツー取りますと。で、ゲッツーが取れないような打球が来るんだったら、ホームに投げますという、まあ、いわゆるハイブリッド型の、まあ、守備体系なんですけども、まあ、そこでね、逆に言うと、このバウンドを、高くならない、バウンドが高いゴロさえ来なければ、ゲッツー取れるか、ホームで絶対アウト取れるんですよ。これさえなかったら絶対いけるんですよ。この打球さえ来なかったら。っていうところなんですけど、そういう、ホームにも投げられないし、ゲッツーも取れないっていう打球来てしまって、まあ、1点取られるっていうところなんで、まあ、それも、まあ、北選手の、まあ、もしかしたら打撃技術っていうあれでもないけど、まあ、そういう運であったりとか、そういう流れみたいなところが、関係してね、うん、そういうゴロにもなってるんじゃないかな、っていうふうに思いました。はい、そんな感じでですね、まあ、今日はもう、ブチ切れるっていうよりかは、まあ、冷静にお話ししていきました。うん、正直やばいなっていうふうに思ってて、やっぱりチームって生き物やなっていう思うし、まあ僕はね、監督やってるわけじゃないし、その苦しみとか、辛さとか難しさっていうのは正直わからないところはあるんだけど、だけど、やっぱり、ファンからしてね、まあ僕もファンなんで、一ファンとして言わせてもらうと、
やっぱり3戦連続同じバッターに毎回毎回タイムリー打たれるっていうのはちょっと厳しい感じはあるし、やはりね、それの理由っていうのも打線が打ててないからピッチャーにもストレスがかかってくるというか、ああやっぱ打たれたあかんっていうふうに変にね、やっぱり意識しすぎてコントロールを乱したりとかっていうのがあるかなっていうふうに思うので、やはり僕の、まあ、改善策としてはやはり打者というか野手陣がある程度やっぱり奮起してくれないと投手陣たちもね、なかなか投げ切ることはできないと思うし、今までは打ててないけどピッチャーがね、よく頑張ってくれてたっていうのはありますけども、やはりね、熱くなってきますし、疲労も溜まってくるし、そういったところでピッチャーにね、いつまでもおんぶに抱っこというか、っていうのは、して、いけないというふうに思うので、やっぱりバッターがね、特に本当にカズマね、カズマ、まあ、直樹さん、まあ、直樹さん今日一本出てるけど、うん、坂本、岡本っていうところ、この二人がね、なんとかね、まあ、坂本さんも今日犠牲フライ打ってるんだけど、やっぱり本調子かって言われると、まあ、ほど遠いと思うので、やっぱりカズマですよね。まあ、一人挙げるとするならばっていうところ、カズマっていうところは、復活するとね、一気に点入ると思うし、本当にね、この間ほんと18点か、あの回というか、11点か取った回あったと思うんですけど、あんだけ、クリーンアップが打てば、あんだけ点入んやっていうところを皆さんも見たと思うので、やはりまあ、あそこまでとは言わなくても、やはりある程度やっぱり、ね、チャンスである程度この打撃をしてくれると、もっと楽に点入るのにな、って、まあ本人もね、絶対重々分かってると思うし、まあそんなのね、傷口をえぐるようなことは別にしたくないと思うんですけど、やはり範囲何って、負けてる理由何って一つだけ答えるとすると、やっぱりカズマの、不調というか、まあ、最後もね、センターフライ、いい当たりではあるんだけど、そこをね、なんとかこう、頑張ってもらいたいなっていうふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。チャンネル登録もしてね。